お花喜ぶ、シクラコブということで、今回はクリスマスローズの世界展第20回ということで記念すべき、展示会、もう20年もやってるわけなんですけど、横山園芸としても20年第1回からずっと休むことなく、参加させていただいてます。20回ということ で記念すべき時なので、せっかくなので動画として残していきたいと思うので、簡単にご案内をしていきたいと思います。じゃあまずこっちエンタランス入り口ということで、まあ、早春の喜びということでね、やっぱりこう、春を一番最初に感じさせてくれるという点では、あのクリスマスローズ、もう今となってはなくちゃならない花の一つということで、こんなイベントもずっと続いてますよということで、推薦もこの前戦って負けましたけど、よし、いや大事です、一緒に頑張っていきたいと思います。で、まあ、こんな感じに、鉢で育てててもね、あの地面に植えてもというところで、展示をしてくれてます。じゃあちょっと駆け足気味で、いきたいと思います。じゃあこちら、クリスマスローズ、まず本当にどんなところというか、原種、野生種っていうのはどんなところに生えてるかっていうと、ヨーロッパです。これ地中海があって黒海があって、主にはここら辺の東欧と言われているところにやっぱ多いです。なので、あのクリスマスローズ育てる上でもね、その地中海性気候みたいなのを念頭に入れながら、水はけのいい土を使ったりだとか、夏はこう涼しい目に管理をするっていうのが大事なことかなと思います。で、飛んで一つだけこっちにあるアジア、日本に対して中国なんですけど、四川省だとかそこら辺に唯一ものすごい離れているところにあるチベタヌスという原種があります。まあ、概ね、17、8種類種あります。はい、じゃあその一部、ご紹介したいと思います。まあこんな感じに、あ、そうですね、じゃあ原種ということで、まあ、いろんな原種があります。今のクリスマスローズのハイブリッドが作られる中には、こういったちょっと地味めのものがやっぱりスタートです、正直言って。で、例えばこういう子、自生地では主にこういう、ちょっとくすんだ紫色だったり、この子緑色のお花で、みんな下向きに向いてますけど、本来クリスマスローズ閉じることができない花なので、みんな下向きに咲いてることがほとんどです。まあ、それをね、品種改良でこう横向きに咲いたりだっていうので、今のクリスマスローズに至ってるっていうところがあります。で、この子クリスマスローズの原点の一つでもあります、ニゲルという子です。で、真っ白で、ヨーロッパではこれをクリスマスローズって呼ぶわけなんですけど、日本ではね、全部を総称してクリスマスローズっていう名前になっています。じゃあ次、この子ネフェチタスという、とてもクリスマスローズじゃない感じのベル型のこうぶら下がってる感じなんですけど、一つの茎に対していっぱい花が咲くっていうタイプの原種、まあいろんな原種がありますねということで、あります。あ、じゃ あこの子もごめん、写してみる。こんなちっちゃい子、横山園芸のプチドールの原種でもあります、デュメトルムという野生種です。ほんとちっちゃい子なのでね、可愛らしいというところではあるんですけど、じゃあ品種改良の歴史ということで、紹介していきたいと思います。日本の育種ということで、日本でもね、やっぱり2000年ぐらいから本格的に品種改良が進みました。うちの父なんかもね、1900年代から徐々にやってきたもので、僕がちょうど2001年、あ、ちょうどここにアッシュドナーセリーって書いてありますけど、僕が実はそのイギリスで研修してたところがここで、当時ゴールド系と言われる、この子ですね。はい、これ実はね、その僕が研修してる時にどうも葉っぱが黄色い、花が黄色いっていうのを見つけて、当時栄養失調だと最初は言ってたものを、僕の師匠でもあるジョンに、これはもしかしたらそのオーレア系かもしれないっていう、葉緑素の片方が黄色になってるっていうタイプかもしれないということで、残して咲かせてみようというので咲かせたのがこの子だったっていう原点です。今のね、その黄色いタイプができた、大元です。じゃあ次、こちら日本の育種その2ということで、
デュメトルムなどの原種って書いてありますけど、まあ、野生種を使いつつも当時やっぱり八重咲きというものが全然少なかったので、こういった八重咲き品種花びらが多いタイプですね。当時としてはね、一株何万円もしてた時代もあったんですけど、走りというところでした。でその他シングルのね、昔は綺麗なこういう模様が入るだとか、そういう花もものすごく多かったというところで、あります。こんなフラッシュだとかね、そういうのが出てきました。で次ヨネクソの3っていうことで、黒っぽい花、はい、実物がここにあるのでなんですけど、こういうクリスマスローズならではっていう真っ黒の、お花ではあるんですけど、こういうものが、すごいもてはやされた時もありました。はい、じゃあ次その3、4かなっていうことで、まあオーレア系って言われるその元を中心に大元にその八重咲きなんか作られて、この子なんか香りがあるっていうタイプの子らしいんですけど、ちなみに横山はクリスマスローズ花粉症なので香りの育種は諦めましたいつも交配するときはマスクしてやってますじゃあその5番目ということで、まあ、近年までの今最新のというところで言うと、こういった多弁系って言われる、花びらの枚数のより多いタイプ、ね、よりダリアだとか菊だとかそういうものに近づいてきているような、お花が出てきました。ですね、はい。で、じゃあこちら20周年特別展示ということで、実はうちの父がクリスマスローズ大好きで、もうそのクリスマスローズを育て始めた時から集めてきたグッズを特別今回展示してくれてます。例えばこちら、まあ、ナプキン、ペーパーナプキンなんですけど、毎年やっぱりヨーロッパ、イギリスとかではこう作られていて、その毎年こう買い溜めていて集めてきたものがここにあります。で上にはまあ切手の話だとか、ね、ヨーロッパでは切手にもなるぐらいのものがあります。はい、こういう食器なんかにもクリスマスローズ描かれていて、こう下にテーブルマットだったりお盆だったりジャグだったりパスタ入れだったりということで、こんなおしゃれに水盤にこういう楽しみ方もクリスマスローズできますね。はい、じゃあ今回でね一番の多分目玉だと思うんですけど、1554年イタリアということで、この、薬学の世界でクリスマスローズってもともと注目をされて、薬草としてクリスマスローズが一番最初に紹介されたのがこれということになっています。多分おそらくビリディスという原種なんですけど、ヘレボネロとか書いてあるんですけど、一番最初に書かれたのはこれで、次がやっぱりイタリアの次にやっぱドイツというのが薬学の世界ではやっぱりこう進んでいたところなので、こちらも書かれています。1750年のから73年に書かれた絵ですね。はい、でこっちがイギリス、ね、品種改良で一番進んだって言われてるのがイギリスなんですけど、実は、イタリア、ドイツの次にイギリスに入ったというのがすごく面白い、ところでもあります。ちょっとフェジタスって書いてありますけど、これ実は多分ニゲルのことだと思います。ちょっと字が読めないぐらいにこう古いやつなので。でイギリスといえばやっぱり陶器が有名なんですけど、非常に高価なモアクロフトっていう、陶器なんですけど、これクリスマスローズの絵が描かれています。これ実は僕の師匠のイギリスのアッシュドナーセリーっていうところの絵がもう、クリスマスローズが元になってこう作って毎年作ってくれてるっていうものですね。プレミアものです。で有名どころで言うとコペンハーゲン、ロイヤルコペンハーゲンイヤープレートなんかにも描かれています。例えば奥の絵なんか見ていただけると分かるんですけど、はい、ちょっと今日キリスト教のあれがあるんですけど、やっぱりイギリスとかヨーロッパではこのクリスマスローズというものがそのキリスト教とすごくこう深いつながりを持っているので、
どうしてもこう神事的な絵になってったりだとか、クリスマスカード、ポストカードとかによく描かれているっていうのがあります。で、じゃあちょっと山本さん開けてくれる？山本行っちゃった。じゃあこちらの絵、1805年ですね、これ。はい、こう書いてあるんですけど、薬用植物図譜ということで、めくっていいんですか？いいですよ。どっちですか？右ですか左ですか？こっちですね。でクリスマスローズの絵が描かれてるんですけど、オリエンタリスってここには書いてありますね。手袋しなくていいですか？いいです手は一応洗ってきましたんで。そこね、3ページぐらいあと、ちょっと止めといて。いや緊張する。もうちょっとかな。もうちょっとあと。あ、そっから。あったあった。ミゲルですね、クリスマスローズ。ちょっと先進んでピンク色になってるタイプの。ミゲル。もうちょい。あと。あ、こちらにも。それもミゲル。これもミゲルですね。まあ、逃げるって実は黒いっていう意味なんですよね。それが多分おそらく根っこが黒いとか、種が黒いので、あの逃げるという名前がついたって言われています。はい、じゃあもう一枚。あ、これビリディスという原種なんですけど、まあ、緑色の花っていう意味でビリディス、緑ということでビリジアンとかの大元ですね。はい、植物画ということで原画ですもんね、これね。これ戻した方がいいですか？いいです。このページ、じゃあ毎日変えようか。じゃあこれさ締めてもらってちょっとページをね、ちょっとこう押さえて、それでし、あ、それぐらいでいいです。それで締めちゃってじゃあ締めてください盗まれちゃうといけないのであ、ちなみに、この動画を撮影しているのは、初日の皆さんが帰った後に、展示して、特別にこう撮影させてもらってます。許可を得て、サンシャインとかね、許可を得て撮らせてもらってますのでご了承ください。じゃあ次は、まあ、ちょっとこうプロフェッショナルに育つ、花たちの集いということで、そっち行きます。はい、それでは、はい、ありがとうございました。はい、じゃあこちらから行きたいと思います。まず M&B フローラということで、これ大手種苗会社、花の生産をやっているものなんですけど、得意としているのはメリクロンという人工培養ですね。いい花が咲いたらそれの成長点を取って、同じものをいっぱい増やすというところをやってくれているやつです。で、ここら辺のプリマドレスだとかプチドールっていうのは横山園芸のオリジナルでもあるんですけど、実は種苗会社三好さんとタイアップをして横山園芸のやつを、こう増やしてもらってるっていうところがあります。メリクロン苗ということで、クリスマスローズってね、いろんな花色があって、バリエーションがあるからいいっていう人もいれば、やっぱり安定的にいいものを増やしたものはいいに決まってるので、間違い苗を欲しいという方はメリクロン苗ということで、メリクロン株ということでご案内させてもらいました。で、実はここが僕がブリーディングっていうか品種改良して三好さんに提供しているというところになります。じゃあ駆け足で簡単に、大木なせりさん、山梨の生産者さんなんですけど、この方はね、こう小さい花を作るのが得意で、どれも小ぶりで可愛らしい花が多いです。はい、じゃあ次、籠園さんということで、うちのね、父なんかと一緒に、一緒になってやり始めたクリスマスローズという名前を普及させた、ナーセリーの一つでもあります。今は女性がオーナーなんですけど、とてもね、可愛らしい展示で、いいと思います。で、片山農園さん、ね、岡山県、もう全国、ね、各地に生産者がいるんですけど、四国じゃなくて九州じゃなくて岡山ってどこだっけ中国地方かなやべです。はい、じゃあ次、加藤さん、
いやもうこの名前もって今トップを走ってるんじゃないですかね、この野田さん。バリエーションとしてもものすごいですし、このゴールド系の後半に関してはおそらく見てる人はいないんじゃないかなっていうぐらいな、ぐらい、珍しいものが多いです。ズーニーガーデンさん、長野県ですね。やっぱ涼しいという気候を利用しながら、こうチベタヌスだとか、うちのさっきの中国原産の、子たちをこう育ててますね。東京じゃなかなかやっぱりね、ここまで育てること難しいんですけど、正直言うと初心者は手出してほしくないっていうくらいのあれなんですけど、でもやっぱり、いいものはいいものなのでね、あります。じゃあちょっと戻っていただいて、今度は島根県の曽田園芸さん。この方も素晴らしくてね、特にこれ先っぽだけが緑色っていうタイプの、もうまるでなんか吸わせたような花なんですけど、ものすごいですね。利休っていう有名な、そうだね、もう一個ぐらい写しておこうか。はい、これもね、大賞を取ったことがあるっていう、進化コンテスト大賞を取ったことがあるですね。はい、では次がこちら、高島屋さん、新潟ですね。クリスマスローズ大好きな方で、植木の生産者さんの方なんですけど、新潟の雪深いところでもこう頑張って育ててらっしゃる方です。で今度は道仙坊さん、ね、氷の微笑シリーズとかっていうので有名なんですけど、まあ、海外で品種改良されたものを日本でこう育てて、るっていうところですね。ものすごいやっぱこう肥料がすごい好きな子たちなので、こう涼しいところでこうしっかり作り込んで、こう豪華にっていう点ではもう抜群のものたちだと思います。野田園芸さん、さっきのね、加護園さんとついで一緒に、うちの父と一緒に、ね、始めたのが野田園芸さん。まあ御三家とかってよく言われてるんですけど、まあ老舗の汗の一つとしてものすごいこうバリエーション豊かにやっています。東京都の方です。で次、広瀬さん。この方もね、もう本当 SNS とかで見ていただければ分かるんですけど、ものすごい、バリエーション豊かで、こう特にこの有名なのは、多弁咲きのクレオパトラっていう品種なんかが有名で、面白いですね。不思議な形で、これのバリエーションなんかも増えてきてますよなんていうのと、ソレイユだとかって言って、こうゴールド系の後輩なんかもすごい頑張ってらっしゃるっていう、やっぱり環境がすごくいいところなのでね、成長も早くさせて品種改良もすごいスピードで進んでるので、羨ましいっていうぐらいのあれなんですけど、フミヤさんかな、東京都の、この方も本当チベタヌスを使った後輩がすごく得意で、こういう風にいろんなバリエーションが増えてきています。寄せ植えなんかも素敵に作っています。じゃあこっちに来ていただいて、若泉さんということで、この方もそのチベタヌスというものを使うのがすごく上手で、有名なのではちょっと下向いてるんで、キヌって言われてるニゲルとチベタヌスとの雑種ですね。非常にまだ寒くて、咲いてないですけど、これで有名な方、あとFacebook とかでよく紹介されてるんですけど、ものすごい綺麗な形のシングルだとか、を維持して頑張ってこう増やしてるっていう方のものです。吉田園芸さん、吉田園芸さんもこう有名な代表的なのはこう花びらの枚数の多い多弁咲きだとか、このピエラだとかって、ね、さっきの曽田園芸さんとよく似てるものところが共通する点があるんですけど、こういう風なもの、雪深い本当に岩手県で育ってらっしゃるというところです。さて、力込め園芸じゃなくて横山園芸です。本当ね、うちの父がもう40、僕が生まれるか生まれないかぐらいの時に始めたクリスマスローズなんですけど、品種改良、原種が特に野生種が親父が特に好きで、それを残しておいてくれたおかげで僕が帰ってきて品種改良に使えたというところがあります。で一番まあ代表的なもので、この子
ヨシノと言われてる子ですね。あのチベタヌスを交配して、作ったものです。非常に実は丈夫でこんなに太い茎になるんですよね。東京都で同じく東京都で作ってるものなんで、ね、日中は暑いし夏は暑いし冬は寒いしっていう環境でもこういっぱいで育つっていう。でちょっとその色のバリエーションちょっと濃いめだったりだとか、で本当はこれ自然光で見ると本当綺麗なんですけど、あとこの子なんかちょっと小輪系のタイプだったりっていうのでできてきました。で次じゃあこちら、あのプチドールシリーズということで、小さくてコンパクト、もう本当にこう大きいやつと普通のこうタイプと比べてみると分かるんですけど、明らかにちっちゃくていっぱい花が咲くっていうのが分かりますよね。で先ほどの少し歴史のところでも話しましたけど、小さいクリスマスローズ原種デュメトルムというものを中心に品種改良して、とにかく、鉢でもいっぱい花が咲いてほしい、ちょっと育てただけでものすごいこう本数が増えるっていうのを目標に、作っていったものです。で将来的にはこういうふうにもっとちっちゃい子、小指タイプみたいなのが作れていけるといいななんていうので、今品種改良もしています。はい、こちら、クリスマスローズ推薦対決 NHK の趣味の園芸で寄せ植えしたもの、まだ未だに元気にしています。じゃあちょっと戻ってもらって、こちら、まあ、プリマドレスシリーズということで、花びらの枚数の多いタイプ、普通クリスマスローズね5枚弁なのに対して八重咲きは15枚ぐらいで、それに対しても、花びらがもうこう80枚ぐらいになってるっていう子ですね。はい、いろんなバリエーションが出てきました。他の他社さんでもね、どん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 増えてきてるのでです。でこちら、グランシリーズってうちでは呼んでるんですけど、4媒体にまあ、いろいろ難しい説明めんどくさいので端折りますけど、まあ、とにかくシングルでも綺麗な子を作りたいっていうのが始まり で主観雑種と言われるちょっとニゲルというものとハイブリッドというものの雑種なので種ができないので、もうとにかく育てやすい、代表的なのだとスノーホワイトだとかあるんですけど、その後継者なんか少しずつ見え始めています。はい、やっぱり自分のやつだと長くなりますね。巻きでいきます。次、大和園さん、岐阜県、佐藤さんという人が、ね、オーナーなんですけど、ものすごい、人柄も優しい方で、作る花もこう優しい感じの花が多いです。有名なのだとパステリッシュストレインということで、同じくシングルが、ね、大好きでこういう風に育てて品種改良しています。この子なんかも可愛いよね、コロンとしててもうマシュマロみたい、あーかわいい。そんなところで、次、堀きれんさん、山形県。ここもね、ウィンターシンフォニーで有名です。ラベルを見たことがある方いらっしゃるかと思うんですけど、有名なところで、ここら辺なんかすごい雪深いところなので、ちょっとそのなんですかね、日照不足っていうのをハンディとかいろいろありながらも、こう綺麗な成形化、色もすごく発色も良くて、いい花を作ってくれる人です。はい、じゃあこっちに行きたいと思います。で、ここはクリスマスローズ協会の、方々が、展示ということで、育ててどういう風に育てましょうとか、こんな風に育てますよっていうのを展示してくれてます。まあね、本当に、歴史を物語で語ってるものから最新品種まで、すごくこういろいろ展示してくださってます。この株なんか見事ですよね。有島さんっていう方のデュメトルムダブルって夢後輩かな、まあ、うちのプチドールの八重咲きっていう感じではあるんですけど、こうもうほんととにかく作るのが上手っていう方の展示でした。で、今こっちに
さっきのね、あの古い老舗さん院がこう3社が出してるんですけども、大園芸さん、加護園さん、小山園芸ということで、販売品をここでクリスマス創造を販売してますね。であと、原種シクラメン、クリスマスローズとね同じような自生地に生えてるシクラメンなんですけど、野生種のシクラメンということで、ここはこう展示品と販売品置いてあります。非常にクリスマスローズと相性が良くて、やっぱこの時期にこういうふうに花を咲かせてくれるので、そういった意味では、あと葉っぱのこういうふうにバリエーションなんかもちょっと近く寄ってもらって、見てもらいたいんだけど、こうね秋咲きの子なんかもこう葉っぱが楽しめますよだとか、こんな大株なかなか、見れることがないので、ぜひともねここ、まあ、ちょっとみんながみんな来れる年ではなかったんですけど、見ていただけたらと思います。でじゃああとこうねクリスマスローズにまつわるグッズなんか、奥の方もちょっとちらっと見てほしいんですけど、こんな感じで20社ぐらいいろいろ出してくれてます。はい、じゃあこちらの方に来てもらって、進化コンテストということで、まあ、人気投票じゃないんですけど、どんなものが新しいのか、クリスマスローズ最前線ということで、毎年行われている進化コンテスト、新しい花コンテストということで、2022年、今年の大賞ということで、大賞からいきましょうか、せっかくだから、ね、惜しくも横浜園芸は大賞は逃してしまったんですけど、加藤農園さんのスーパーアフロディーテですね。千重咲き、花びらの枚数の多いダブルのゴールド系ということで、展示されてます。綺麗ですね。はい、じゃあ準優勝というか、まあ優秀賞ということで、この国で勝ちからいこうか。横山園芸のプリマドレスシリーズということで、一応この子はルナソラっていう名前を付けました。ルナというのが月という意味で、ソラっていうのが太陽、ソーラーパネルのソーラなので、まあ、月のような太陽のようなということで、名前付けました。ちょっとアップで撮れる、もっとアップで撮れる。この子実は花びらの枚数が90枚以上、100枚近くあるっていう、もうおしべめしべが全てなくなってるというお花なんですね。まあ最新、ここ数年のあれですね、傾向としてこの花びらの枚数の多いタイプっていうものがものすごいこう多弁咲きというのがなってる中で、まあ、プリマドレスなんとか時点でしたけど入りました。で次こちら、惜しくもまた優秀賞、プリマドレスシリーズのグリーンアイスっていう名前をつけたんですけど、緑色のお花、非常にね濃い深い緑の花なんです。この子展示会場でもものすごい目立って、みんなにいいねいいねって言ってくださってるんですけど、言ってくださったんですけど、こんな子です。でついついその多弁咲きって重たくて下向いちゃうことが多いんですけど、こういう風にちゃんと横向いてくれますよっていうところであります。で、まあ、こちら、他にも新しい種類があるんですけど、まあ、ちょっとやや割愛気味で、ありますね。この子もうちの子なんで紹介しておこうかな、軽く。この子ちょっと暗くて分かりづらいかな、後で綺麗な写真撮れたらインスタかなんかでアップします。多弁咲き系の裏と表の色が違うよっていうものだったんですけど、じゃあ、まあ、特別賞だとかこう激励賞いろいろあるんですけど、まあ、その専門家、業者さんプロが要は選んだ賞ということで、今のが優秀賞というのがありました。でその中で、初日来てくれた人の人気投票、要は一般の人ですね、クリスマスローズ愛好家、花がただ好きな人、ただじゃないですね、花が好きだから来てくれる人みたいな人が選んでくれた、
最優秀賞こちら人気コンテスト第1位ということでじゃじゃーん、やりました横山変芸のプチドールシリーズネオとでも言いましょうか、新しいあのタイプのこの大きさを比べていただけると分かるんですけど、こんなちっちゃいんです。普通ね500円玉ぐらいの、プチドールが多い中でもう本当に小さくて可愛らしい花で、もうこう綺麗な白い花が咲くっていうのは実はすごく珍しくって、小ぶりで、いっぱい花が咲きますよっていう、実は雪乃っていう名前をつけて、はい、今ねちょっと疎遠になりがちな世の中なので、絆を結んでっていう意味も込めてこの子に名前を付けました。いつかねその世に出したいなと思ってる花です。で人気投票第2位は実はさっきのあの緑のグリーンアイスという子だったんですけど、あの子が2位でした。横浜園芸1位独占。そして3位はこちら作られてるわけじゃないんですよこれ本当にあれなんですけど、第3位、ピンクの逃げる系ハイブリッド、名前をロゼルミエールという名前にしました。まるでねロゼワインのようなすごい透明感のあるピンクで、光という意味がミエールにはあるんですけど、ありがたいですね。そのどうしても大きな花、派手な花っていう多弁咲き、八重咲きとかっていうのがもてはやされる中で、一般の人がこう小輪系であったりだとか、こうシンプルな綺麗なピンク、シングルタイプのものを選んでくれるっていうのは本当に純粋っていうか、もともとクリスマスソースの原点ってこういうもんなんですよね。先ほどの絵に描かれたものもみんなシングルで、自然界では 99% シングルの花で、スタートもみんなシングルだった花が今こう品種改良で八重咲きだとか増えてきてるんですけど、やっぱり原点は忘れたくないというところで、僕としても横山園芸としてもやっぱりこうシンプルなもの、いいシングルっていうものを作り続けていきたいななんて思っています。はい、じゃあ、こんな感じで、最新のものから、いろいろ他社さんのナーセリー紹介というところで、いろいろやってみました。はい、で、まあ、第20回を数えてクリスマスローズ展なんですけど、願わくばねまだまだ続いてもらいたいっていうところと、クリスマスローズもやっぱりまだまだこういろんなものがやりようがある品種改良というところで、ここに先ほど紹介した農園さん以外にももちろん個人の方でもどんどん品種改良を進めている方もいらっしゃいますし、素敵な花を作ってらっしゃる個人の方もいっぱいいるので、そういうものをもう一斉ここでしかやっぱ見れないというのがやっぱサンシャインの世界展ということで、日本、ね、一のこう展示会だと思っています。で正直言って今おそらく世界中探しても日本ほど品種改良が進んでいるところはないんじゃないかっていうぐらいに、日本のクリスマスローズに対する情熱みたいなのはすごく、高まっているところでもあります。なのでね、これからも長くこういう回クリスマスローズというものが皆さんのところに本当の意味で根付いていくように、日本に根付いていくように、我々クリスマスローズ関係者はやっぱいろいろお伝えしていきながら魅力を伝えていきたいなと思っています。じゃあ長くなりましたが、クリスマスローズの世界展20周年2022年今日は2月の18ということで、ご案内させてもらいました。これは展示会が終わってからこれは流されますので、来れなかった方、残念ながら来れなかった方、やっぱコロナというのもこの時代を反映している何かと思って、こんな時もあったなというので思い出に残していただければと思います。きっと来年以降も何らかの形でこうサンシャインのクリスマスローズ展続くと思いますので、楽しみにしていただければと思います。ということで、とりあえず全容でした。ありがとうございました。長くお付き合いいただいて、じゃあお花喜ぶ力こぶということで、また